人権カナエは中華民国の外交官、学者。北京政府、国民政府で外交官としての経歴を重ね、各国大使を歴任した人物である。字は、ユシン。なお、新末の政治家である、陳茂シは曽祖父にあたる。祖父は、地に喜び。父は、陳さん、清。日本に留学し、東京帝国大学の音楽部を卒業した。 続いて、アメリカに赴き、ジョージタウン大学で、外交学を学んだ。1920年に帰国し、北京政府外交部秘書となる。1922年のワシントン会議では、代表団付けとなり、1925年には、特別関税会議、光カル所副長、外交部情報所副長を歴任した。1927年、特命全権講使待遇となっている。 北京政府崩壊後は国民政府に転じ外交部条約委員会委員となる。1928年11月、甲子委員官任秘書となり、その翌年11月には動員参事に昇格した。また、南京の中央大学で助教授も務めている。1932年1月、陳金カ内は外交部足松か市長建国再連盟中国。 代表団専門委員に任せられた。翌年4月帰国し、河北で日本軍との交渉に携わっている。1934年10月、初、大中パナマ特命全権講師に任命された。1941年には、コスタリカエルサルバドルホンジュラスの各国講師も、兼任している。1942年4月に任を解かれ、アメリカ軍の大学で講座を開いた。 戦後に、陳金カ内は、中日代表団主席顧問に任ぜられ、来日する。1948年、中日代表団副団長兼対日理事会、中国代表となった。国境内戦後は、台湾に移り、1950年に中級馬講師に任ぜられている。1956年5月、中日大使に任命された。1959年に、 台湾へ戻り、外交部顧問権、国立政治大学外交研究所所長となっている。翌年12月、中コンゴレオポルドビル大使に任ぜられ、1964年1月には、中イラン大使に転じた。1967年、任務を終えて、台湾に戻り、外交部顧問となる。翌年からは、外交部研究設計委員会主任委員、中国文化学院教授、 日本研究所主任を歴任し、さらに国防研究院でも講座を開いている。1974年に退職した。日本語をはじめとして、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語に精通していた。三民主義の日本語版解説書のほか、中国、イラン古代文化交流、コンゴ川における暴風雨の海奥などがある。2000年6月、ハワイにて死去。 去年107、ありがとうございます。